史をテーマに歌を歌っております歴史系アーティスト桜雪の小栗さくらです。本日はサムライフェスにお越しくださいましてありがとうございます。今日はね、青空になりましたね。皆さんのおかげと私の晴れ女のおかげです。ということでですね、これからですね20分ほどライブと、語りをやっていきたいと思います。本日は特別版桜雪ということで、この後特別ゲストをお迎えいたします。その前に1曲私がソロで歌わせていただくんですけれども、最近ね、大河ドラマ篤姫、天璋院篤姫がね再放送されていたかなと思うんですが、その篤姫にも出てきます、和宮様、皇女和宮様の歌を歌っていきたいと思います。皇女和宮さん、和宮近子内親王はですね、幕末に皇武合体運動というね、幕府と朝廷をこう結ぶためにですね政略結婚があったんですが、その時に、天皇の妹として14代将軍に嫁がなければいけなかった。もともと婚約者がいたにもかかわらず嫁がなければいけなくて、最初すごく嫌だったけれど、その後、旦那さんとねこうなんかむつましく暮らしたという方なんですが、なんと早くに旦那さんが亡くなってしまうというね悲しい出来事があった、波乱万丈の、ね、人生を送った女性です。その方の一生を描きました雫という曲を聴いてください。幼き頃から将来を約束した方がおりました。それを曲げて将軍の妻になるなどあれほど嫌だと思っておりましたのに、雨の雫や小鳥のさえず「共に生きたい」
の織物と答えたけれど、ご無事なら私は何もいらなかった。次に行きたいと思います。早速今日のスペシャルゲストをご紹介したいと思います。大河ドラマにご出演いろいろされております。大河ドラマ鎌倉殿の13人、足立東本役、そして大河ドラマ真田丸、河原綱家役などなど演じていらっしゃいます、俳優の大野康弘さんです。どうもよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ありがとうございます。桜ちゃんすいません、ありがとうございます。この辺りにしましょうかね。ここですね。はい、お願いします。はい、はい、今日はですね、うん、この後歌を歌った後にですね、いろいろちょっとトークをしていただこうかなと思いますので、まずはですね、鎌倉殿の、ね、はい、13人に、ね、ご出演だったということでなんですが、ちょっと鎌倉型ではない武将の曲を、ね、はい、歌っていただくことになっておりまして、ね、しかもちょっとご縁がありました。六門先生おってますけども、はい、そうなんです、はい、ということでですね、シナリオライブという形でシナリオの後に歌をですね、歌っていきたいと思います。では早速ですね、ミニシナリオライブということでですね、はい、お願いいたします。ではミニシナリオライブ聴いてください。少女の鐘の声、諸行無常の響きあり、どれほどの栄華を誇ろうとも咲いた花はいつかは散るもの、それは一時代を築き我が子を帝の母にまで成り上がらせた平清盛も同じでございました。清盛が熱病でこの世を去ると、平家の我が世の春は過ぎ、平家と平家を打倒する勢力とが分かれて日の本で大きな戦が巻き起こったのです。平家に抗おうとした軍勢の一つが次の時代を作った源頼朝でございました。やがて平家は反乱軍に押され、都を落ちをして西へと落ち延びていくことになるのです。その兵器を背負った武将の一人が清盛の子、平知盛でございました。一の谷の戦いで大将として戦いに挑んだ知盛でしたが、源義経の奇襲もあり平家は敗走し、あまたの将を失いました。知盛の子知明もその一人でございます。平家の軍勢が海から落ち延びる際、知明は父の身代わりとなるように戦い命を落としたのです。どんな親が子を助けずに逃げるというのか。
進み出す船の上で知盛は静かに涙を流しました。戦とはこうして老いも若きも区別なく多くの命を奪っていくものなのでございます。そしてまた平家は西へと落ちていきました。最後にたどり着いたのは本州と九州の間にある赤間の関壇ノ浦です。みんな、戦いは今日が最後となるだろう。よいか、少しも退く心があってはならぬ。海を越えた国にもこの日の本にも類いまれなる名将はいる。しかしどんな名将も命運が尽きればどうすることもできないものだ。東国の者に弱みを見せず心して戦え。皆、命を惜しむなよ。なこそ惜しめ。知盛の声に平家の将たちの惜しい声が答えました。そこへ続くように声を上げたのは普段表に出ることのない清盛の妻、二位の尼でした。尼は知盛の母でもあります。皆、勇ましく戦うはよいが、幼き帝をお守りすることを夢忘れてはならんぞ。そして両軍勇ましく始まった戦でございました。水軍に強いのは兵士の方かと思われましたが、源氏は摂津や伊予、また紀伊の熊野水軍をも味方につけ、800とも3000とも伝わる軍勢で立ち向かってきます。対する兵士は500とも1000とも、いずれにしても数はかないません。阿波殿の軍勢が寝返ったと。やはりそうか。戦の始めから知盛は阿波が怪しいと兄に報告していましたが、その始末をする許可を得られずにおりました。そうして懸念の通り裏切りに遭い、これが決定的となり兵士の敗北は決まったと言えましょう。阿波殿は子息を七に取られたか。口惜しいが今さら言っても仕方あるまい。もはや一族の運命は決まり申した。そう言うと何を思ったか、知盛は帝や二位の尼がいる船に乗り移りました。知盛殿、船にあるものを海に捨て何をしているのです。母上、掃除でございます。東国の者の手を煩わせることもありますまい。不要なものは、我らの生きた証は全て海の底に捨てるのです。そうで、海の底へ。さあ帝、こちらへおいでませ。アマ、アマよ、私をどこへ連れて行くのだ。帝、この国は帝にとって不浄の地にございます。清盛殿が夢を見た美しい都が海の底にもきっとございます。さあ尼と共に参りましょう。帝、皆一緒です。何も怖くなどありませぬ。わかった、皆が一緒なら共に参ろう。だから尼よ、泣くでない。二位の尼は帝の優しさに幾筋もの涙を流しましたが、やがてその恩美を強く抱きしめて海の中へと姿を消しました。帝の受水に女房たちも次々と身を投じる中、一人の男が知盛へと近づいてきました。家長か、そなた約束は違えぬつもりか。伊賀家長は知盛の父兄弟にございました。
友森様、私の忠説を疑うとはなんと心ない。悪かった。死ぬる時は共にと言ったそなたの言葉を疑ったことはない。であればこちらを。家中は友森に鎧を着せ始めました。鎧を重ねて着るということは海に沈む体が浮かばぬようにするということ。友森は船の縁へ歩みを進めると家長の手を取りました。我が生涯に悔いはない。見るべきほどのものはもはや全て見た。壇の裏にひときわ大きな水しぶきが二つ浮かび、やがて戦の喧騒に消えていきました。帝も平家の栄華もその日すべてが海の都へ沈んでいったのです。平の知盛を描いた栄華の果て。死ぬまで
という曲です。桜雪の、5枚目のね、アルバムに収録されております。ということで改めまして、大野康弘さんです。どうも、俳優の大野康弘です。お邪魔します。来たぞサムライフェス。ありがとうございますね。まだどんな空気か探り探りでございます。まあ、ちょっとね、はい、ここから、ちょっと短めなトークになっちゃうんですけども、短いですか、はい、また午後にですね、14時50分、2時50分からですね、うんうん、この桜雪ライブ特別版ありますので、はい、またね、そちらの方にも出演していただくんですけれども、うん、なぜね、今回ね、出演してていただいたかと言いますとね、大野さんとは2016年から、そうです、はい、真田丸でございます、はい、ね、今日六門線を背負ってますけども、いらっしゃいますけども、真田丸で僕が河原綱家役をやらせていただきまして、その時に桜ちゃんと出会ってですね、もう一年中いろんなところに全国イベントに行かせていただいたご縁で、そこからのご縁ですね。はい、ということで今回ちょっと無茶ぶりで、いやいや、もう楽しい無茶ぶりでしたよ。シナリオと歌にもね、なかなかね、歌を歌う機会ってないですよ。出ないっていうこと、芝居より緊張しました。ね、緊張しますよね、みんなすごいですよね。今日もね、本当に友森さん役ということで、本当は安達智元さんのね、曲があったらよかったんですけれども、な ないんですか、安達智元さんの。申し訳ないです、まあ、なくて。そうですか。で、雅子さんをね、北条雅子さん歌っていただこうかなとも思ったんですけれども、はいはいはい、なんか大野さん、うん、すごくいい声していらっしゃって、うん、で、私友森さんの曲すごい合いそうだなって思って、何曲か出した中で結構友森さんプッシュでいったと思うんですよね。はいはい、そうでしたね。確かにね。ということでね、今回もね、友森さんの曲を歌っていただいたんですけど、感想としては、いやいや、もうね、余裕ないですよ。私は、でもなんかね、安達智元さんやらせてもらいましたけども、何かのご縁でね、今回は平家の方ということで、はい、楽しんでやらせてもらいました。ありがとうございます。午後はちょっとね、また変わるんですよね。そうです、今語りを私がやったんですけども、はい、午後はですね、大野さんの語りになりますので、そうですね、よりも一層、ビボイスを聞いていただくということで、語り終わって息切れして歌えないじゃないですか。ぜひお願いします、はい、いやでもすごいです、今日晴れてね、良かったですよね。昨日ちょっとね、寒かったんですけど、今日だいぶね、暖かくなりまして、この後ですね、ライブの後にちょっとサイン会があるんですけれども、なるほど、皆さんの後ろですね、左、ちょっと、ね、左斜め後ろの、はい、ちょっと緑と白のね、頭のテントになってるところの、うん、先頭のとこですね、はい、武将ワンコと悲鳴ニャンコがあるので、ちょっと分かりやすいと思うんですけども、はい、ちっちゃいぬいぐるみがパワーになってるところが目印で、はい、そちら真田カリマニアさんのブースでサイン会等ございますので、はい、ぜひ感想を言いに来るだけでももちろん OK ですので、ぜひね、ぜひぜひお越しくださいませ。すいません、ダメ出しはやめてください。ありがとうございます。良い感想お待ちしております。ね、いろいろこういうのもジンバルも売ってますしね。そうなんです。今日は真田紐のね、靴紐任せていただいて、もうバッチリじゃないですか。いいですよ、ですね、いろいろお楽しみのあるんで遊びに来てください、はい、ぜひぜひグッズも見に来てください、はいはい、ということでですね、次の回が、14時50分、2時50分ということですので、うん、ぜひそちらもね、違う曲も後で歌いますので、はい、こちらもぜひお越しくださいませ。ありがとうございました。お待ちしてます。ありがとうございました。